り霊夢です。ゆっくり魔理沙だぜ。今回は食べ物にまつわる雑学70選をお届けします。我々の生活とは切り離せない食住の一角を担う食についての知識を深め、さらに豊かな暮らしを目指していけたらと思います。雑談のネタになれば幸いです。以下、目次となります。では早速参りましょう。ゆっくりしていってね。ねえ霊夢、知ってる？日本で初めてカツカレーを発案したのって、元読売ジャイアンツの千葉茂選手なんだってさ。え、本当？どうしてプロ野球選手がカツカレーを考えたの？面白い話なんだけど、千葉選手は東京の銀座にある行きつけの飲食店グリルスイスで、カレーにトンカツを乗せてほしいと店主にお願いしたんだって。へえ、それでカツカレーが生まれたの？そうそう、その発想がカツカレーの原点みたい。千葉選手はプロ野球選手としてだけじゃなく、食のセンスもあったんだね。霊夢、コッペパンってフランスパンの仲間なんだってさ。え、そうなの？でもフランスパンって聞いたことあるけど、コッペパンは初めて聞いたわ。そうなんだ。実はフランスでは、あの細長い形のパンをバゲットと呼ぶんだって。バゲットって、それって日本でフランスパンって呼ばれてるやつと同じなの？そうそう、それ。それにフランスのパンには種類があって、バゲットより少し短いパンをバタールと呼んで、さらに短いパンをコッペと呼ぶんだって。なるほど、だからコッペパンって名前になったのね。面白いね。霊夢、インドではカレーという言葉自体が存在しないんだってさ。え、そうなの？じゃあ、インドに行ってもカレーって言葉で注文できないの？そうみたい。カレーの語源は、インドの一部地域で食事を意味するカリという言葉から来てるんだって。料理名を指す言葉じゃないんだよ。霊夢、マスクメロンのマスクとは、顔につけるマスクじゃなくて、ムスクジャコウのことなんだって。え、本当？マスクメロンって見た目から名付けられたと思ってたけど、そういう意味だったの？そうそう、実はジャコウのようないい香りがするという意味なんだって。見た目だけじゃなくて、香りも重要なんだね。ねえ霊夢、知ってる？日本の蕎麦が普及し始めたのは鎌倉時代の頃なんだって。へえ、鎌倉時代から蕎麦があったの？うん、でも当時の蕎麦は蕎麦がきと呼ばれる蕎麦粉を練って団子状にしたものだったんだって。なるほど、それが最初の蕎麦なのね。そうそう。それから江戸時代に入って小麦粉が混ぜられるようになって、麺状にして食べられるようになったんだ。蕎麦がきから麺になったんだ。面白いね。そう。麺状になった蕎麦は蕎麦切りと呼ばれてたけど、結局蕎麦といえば蕎麦切りの方が一般的になっていったみたい。霊夢、チョコチップクッキーって、焼いてる間にチョコが溶けて混ざるであろうと想定されて生まれたんだって。へぇ、そんなことがきっかけなの？でも焼いてもチョコが溶けずに形が残ってるのってすごいね。そうなんだ。実は最初からチョコを溶かして生地に混ぜてたら、チョコチップクッキーって生まれなかったんだって。なるほど、手を抜いたことで新しいお菓子が生まれたんだね。面白い話だね。霊夢、食品衛生法の入刀奨励っていうのでは、マイナス18度以下で保存されているものは賞味期限の記載を省略してもいいって決まってるんだって。え、本当？つまり、マイナス18度以下で管理されているアイスクリームって賞味期限が無期限なの？そうそう、それが食品衛生法によると、アイスクリームは無期限ってことになるんだって。でもご家庭の冷蔵庫だと温度が変化しやすいから、2、3ヶ月以内に食べるのがいいってことになってるみたい。ねえ霊夢、知ってる？英語圏ではハンバーグというと、ドイツのハンブルグの地名を指すんだって。え、そうなの？じゃあ、海外ではハンバーグってどういう意味なの？海外ではハンバーグを指す言葉はハンバーガーステーキって言うんだって。日本でもハンバーグステーキというメニュー名はあるけど、海外では通じないみたい。なるほど、そういうことなのね。和製英語っていうのは、意外と海外では通じないこともあるんだね。霊夢、お祭りなどで見かける瓶ラムネって、昔はコルクで栓がされてたんだって。え、コルクだったの？でもコルクって炭酸飲料の栓には向かないって聞いたことあるけど。そうなんだ。コルクだと空気が抜けちゃうんだよね。だから代わりにビー玉が使われるようになったんだって。ビー玉？でもビー玉って栓にならないと思うけど。
実はラムネの炭酸によって内側から圧がかかって、ビー玉が押し上げられるんだ。そうするとぴったりと栓の役割を果たすんだって。なるほど、すごい仕組みね。しかも飲むときに瓶が傾くとビー玉が自動的に開閉するっていう機能もあるのか。面白いね。霊夢、知ってる？焼き鳥の文化って江戸時代頃から広まっていったんだって。え、そうなの？でも焼き鳥って今じゃ鶏の肉が一般的だよね。そうなんだけど、もともと焼き鳥といえばスズメの肉が主流だったんだって。スズメの肉？今じゃ考えられないけど、江戸時代には稲作の繁栄で田んぼの数が増えて、スズメが農作物を食べてたから、農家にとっては天敵だったんだ。それでスズメを捕らえて焼き鳥にしてたんだって。なるほど、そういう理由があったのね。でも今じゃスズメを焼き鳥として食べることは考えられないわね。そうそう、やがてスズメの数が減っていって、安価な鶏の肉が使われるようになっていったんだって。霊夢、夏場って暑くて冷たい食べ物やデザートが欲しくなるよね。そうだね、アイスクリームとかが特に人気だよね。でも意外なことに、日本で最もアイスの消費量が少ないのは沖縄県なんだって。え、そうなの？沖縄って暑いし、アイスが美味しい季節だと思うけど。確かにそうだけど、アイスは甘さが強くて食べた後に喉が渇きやすいんだって。だから暑い地域ではアイスがあまり食べられない傾向にあるみたいなんだ。なるほど、そういう理由もあるのね。暑い地域でもアイスがあまり食べられないとは意外だけど。霊夢、知ってる？チーズに開いている穴ってチーズアイって呼ばれるんだって。そうなの？それってなんでできるの？チーズの原料である牛乳を絞るときに、牛が食べた干し草の粒子が混ざってできるんだって。へぇ、そういうことなのね。でも昔はチーズの穴がネズミにかじられてできたものだと思われてたんだって。そうそう、勘違いされてたみたい。でも実際、ネズミってほとんどチーズを食べないんだって。ねえ霊夢、料理の味の濃厚さや味わい深さをコクと表現することがあるんだって。そうなの？でもコクという言葉、なんか料理の味を表すにはちょっと変だよね。実はその語源は中国にあって、コクという漢字で書かれるんだって。コクって漢字、どうして料理の味と関係あるの？なんだか一見すると適さない字だけど、中国語ではコクが穀物が熟したことを意味するんだって。つまり、熟した味や濃厚な味を表すのに使われるんだよ。霊夢、日本ってラーメン大国だけど、最近では台湾混ぜそばっていうのも人気になってきてるんだって。え、そうなの？台湾混ぜそばってどんなの？それは愛知県の名古屋市にある麺屋花火ってお店が考案したんだって。彼らが元祖なんだよ。なるほど、そこが元祖なのね。でもなんで台湾混ぜそばが名古屋で生まれたの？名古屋には昔から老舗ラーメン店の味仙っていうのがあって、そこの店主が台湾出身で日本人向けに台湾ラーメンを作ったのが有名なんだ。それが混ぜそば版として台湾混ぜそばと名付けられたんだよ。ねえ霊夢、知ってる？丸宮の海苔玉っていうふりかけ、1960年に発売されてからめちゃくちゃ人気なんだって。え、そうなの？私もよく食べるけど、確かに定番の一つだよね。その名前の通り、海苔と卵が使われてるんだけど、それ以外にもごまやサバの削り節、醤油、鶏肉など、たくさんの旨味成分が含まれてるんだって。へぇ、そんなにたくさんの味が詰まってるんだ。でもこしあんってどういう使われ方をしてるのかしら？それが企業秘密なんだって。どうやって使われてるかは明かされてないみたい。霊夢、ペヤングソース焼きそばって、1975年に群馬県の丸花食品から販売されて、今でもめちゃくちゃ人気なロングセラー商品なんだって。ペヤングって確かに有名だけど、なんでそんなに人気なのかしら？当時、カップ麺って高価だったから若い人たちには受けが悪かったんだって。そこで若者カップルで分けて食べてほしいっていうメッセージを込めて、ペアとヤングを組み合わせたペヤングという名前にしたんだって。霊夢、知ってる？エビチリっていう料理、テレビ番組料理の鉄人で有名になった陳建一の父、陳建民が考案したんだって。え、そうなの？陳建民って誰？彼は日本に帰化していて、四川料理の父として称えられてるんだ。幅広い活躍をしてたんだよ。なるほど、四川料理の父なんだ。でもエビチリって、本場の中華料理とはちょっと違う味がするよね。そうなんだ、
陳建民は中華料理を日本人向けの味にアレンジすることが得意で、エビチリもそのレシピの一つなんだって。本場の辛さを和らげてるんだよ。霊夢、カフェインって聞くとコーヒーを思い浮かべる人が多いけど、実はお茶にも含まれてるんだよ。お茶にもカフェインが含まれてるの？そうなんだ。お茶の中でも早く摘まれた茶葉ほどカフェインが多くて、玉露っていう最も若い芽で抽出されるお茶にはコーヒーの倍以上のカフェインが含まれてるんだって。へぇ、そんなにカフェインが含まれてるのね。でも、カフェインって体に良くないって聞いたことあるし、取りすぎは良くないんだよね。そうそう、人間が1日に摂取できる安全なカフェイン量は体重 60kg の成人だと 342mg なんだって。だから取りすぎには気をつけないとね。ねえ霊夢、卵ってどうやって作られると思う？卵管っていう管の中を卵黄が卵白をまといながら通っていくんじゃない？その通り。鶏が成長するにつれて卵管が太くなるから、卵白の量も増えて、できる卵も大きくなるんだって。なるほど、だから卵のサイズも違うわけね。でも、黄身のサイズはほぼ変わらないって本当なの？そうなんだ。卵の SML とかのサイズは主に白身の量によって決まるんだって。霊夢、最近シューマイにグリーンピースが乗ってるの見かけた？そうよ。でも、なんでグリーンピースが乗ってるのかしら？昔から日本特有の食べ物なんだって。昭和30年代に学校給食の献立にシューマイが取り入れられる時に、イチゴのショートケーキからヒントを得てグリーンピースが乗せられるようになったんだって。ねえ霊夢、夏になると食べたくなる料理って何かある？夏バテ予防に効果的なものといえば、うなぎがあるわね。栄養も豊富だし。そうそう、でもうなぎって血液に毒が含まれてるんだって。イクチオヘモトキシンってやつ。うなぎに毒が含まれてるの？それって危ないわね。そうなんだ。だからうなぎは必ず加熱調理されて、生や刺身で食べられないんだって。毒に当たると嘔吐や呼吸困難を引き起こすし、大量に摂取すると最悪命を落とすこともあるんだって。ねえ霊夢、たい焼きって2種類あるって知ってる？どんな違いがあるの？天然のものと養殖のものがあるんだ。天然のたい焼きは1匹ずつ焼くタイプの金型で作られてるんだって。なるほど、それで養殖のたい焼きは？それは6匹以上まとめて焼けるタイプの金型で作られるんだって。手間はかからないけど、焼き上がりはちょっと違うらしいよ。天然の方が焼き上がりがサクサクに仕上がるって言われてるんだ。ねえ霊夢、ホットドッグの起源って知ってる？何か面白い話があるの？そうなんだ。19世紀中頃にアメリカへ移民したドイツ人がソーセージを持ち込んだことが始まりらしいんだ。当初はソーセージだけで売られてたんだけど、面白いことがあってさ。何があったの？熱いソーセージを掴むために貸し出してた手袋を持ち去られることが頻発したんだって。そこで、素手で持てるようにパンに挟んで売られるようになったって言われてるんだ。霊夢、そうめんって細いのが特徴だけど、具体的にどのくらいの太さが基準なのか知ってる？具体的な基準ってあるの？そうめんは直径が 1.3 ミリ未満だって。でも、それよりも太い直径 1.3 ミリ以上 1.7 ミリ未満は冷麦って分類されてるんだ。なるほど、それで 1.7 ミリ以上はうどんってことなのね。分類されるのが細かいわね。ねえ霊夢、知ってる？パンって日本にポルトガルから輸入されたの。そうなの？キリスト教の宣教師が輸入したのかしら？そうだよ。当時は海外から中国を経由して物が入ってきたけど、パンは中国を介さずに直接日本に入ってきたんだって。へぇ、日本に直接入ってきた最古の外来語がパンってことなのね。興味深いわ。霊夢、ウインナーって表面に切れ込みが入ってるのを見たことある？何か理由があるのかしら？実はそれ、日本独自のものなんだ。切れ込みが入ってるのは、箸で取りやすくするためなんだって。へぇ、そんな理由があったのね。誰が最初に切り込みを入れたのかしら？料理研究家の直美智子さんが初めてウインナーに切り込みを入れたんだって。彼女はタコさんウインナーを考案した人物でもあるんだ。霊夢、ジュースって果汁 100% のものだけが本当のジュースってことなの？果汁 100% じゃないものはジュースとして販売できないのよ。
それにパッケージにもルールがあるんだって。そうなの？どんなルールがあるの？果汁 100% のジュースは果実の断面のイラストを使ってもいいし、表面のイラストも使えるんだけど、果汁が 100% に満たないものは断面のイラストは使えないの。それと果汁 5% 未満のものでは果実表面のイラストも使えないって決まりなのよ。なるほど、ジュースの容器にもルールがあるんだね。霊夢、知ってる？ジャガイモってアンデス地方が原産地なんだって。でも日本に伝わったのはいつ頃だったかしら？1598年だって。当時はジャワ島のジャカルタを経由して日本に来たんだ。そしたら最初はジャガタライモと呼ばれてたんだって。へぇ、そこからなまって今のジャガイモになったのね。霊夢、知ってる？1888年に千葉県で新しい種類の梨が発見されたんだって。それが新太白という名前だったのよね。そう、でも10年後に農学士の渡瀬虎次郎さんによって名前が20世紀梨に変わったんだ。何でも20世紀で梨の王様になるだろうという願いが込められてるってさ。霊夢、今のドーナツってリング型の形が一般的だけど、実は最初は穴がなかったんだって知ってた？え、そうなの？なんで穴が開けられるようになったの？オランダのお菓子オリークックっていう円形の揚げ菓子が元々のドーナツなんだけど、その上にくるみが乗せられてたんだ。へぇ、それがドーナツの始まりだったの？そうそう。それがヨーロッパからアメリカに渡った時に、調理時間の短縮のために穴が開けられるようになって、くるみもなくなっていったって言われてるんだ。霊夢、餃子って言えば、日本では焼き餃子が有名だけど、本場の中国では水餃子が主流なんだって。え、そうなの？水餃子の方が主流なの？そうらしい。中国では餃子を焼いて食べるのは、水餃子の残りを翌日食べるくらいって話だって。なるほど、でもなんで焼き餃子が日本で主流になったんだろう？丸底の中華鍋では焼き餃子を作るのに適してないって理由もあるみたいだね。霊夢、チョコレートって美味しいけど、実はカカオに微量の毒素が含まれているんだって。え、そうなの？どんな毒素なの？それがテオブロミンって言うんだ。チョコレートに加工されても 0.5 から 2.7% も残ってるんだって。それってチョコレート中毒ってやつの原因なの？そうそう、その通り。テオブロミンを過剰に摂取すると、脱水症状や興奮状態、心拍数の低下などの症状を引き起こすんだ。なるほど、だから犬にチョコレートを食べさせちゃいけないんだね。そう、代謝の低い動物は少量でも中毒症状を起こしちゃうから、絶対にあげちゃダメだよ。霊夢、もんじゃ焼きって知ってる？江戸時代に関西からお好み焼きが関東に持ち込まれた際に、失敗から生まれた料理なんだって。え、失敗から？どういうこと？お好み焼きの生地が緩くなってしまってさ。それを利用して、鉄板の上に生地で文字を書いて焼いて、子供たちに文字を教える遊びがあったんだ。それが文字焼きって呼ばれてたんだよ。へぇ、そうなんだ。でもそれがもんじゃ焼きに繋がったんだ？そう、東京の下町の駄菓子屋で文字焼きが広まって、やがてもんじゃ焼きって呼ばれるようになったんだって。霊夢、日本では生チョコという企画があってさ、チョコレート生地の 40% 以上を使ってて、クリームが 10% 以上、水分も 10% 以上だと生チョコと呼ぶんだって。それって海外ではあんまり使われないんだろ？なんでかしら？そうそう、海外ではほとんど使われてないんだ。代わりにガナッシュと呼ばれてるんだって。フランス語で間抜けって意味らしいよ。あるシェフが誤って熱した生クリームをチョコレートに入れちゃって、その時にシェフに怒られてガナッシュって言われたって由来らしい。霊夢、知ってる？しゃぶしゃぶっていう料理の由来って面白いんだってさ。なになに？どうしてそんな名前になったの？そうなんだよ。もともとは関西で人気だった牛肉の水炊きって言うんだけど、大阪のある飲食店が牛肉の水炊きを出すとき、従業員がたらいでおしぼりをすすぐ様子が牛肉の水炊きに似てたらしいんだ。へぇ、どうして似てたの？おしぼりをすすぐ音がジャブジャブって感じだったみたいで、それからしゃぶしゃぶという名前になったんだって。霊夢、知ってる？チョコレートって語源が面白いんだよ。え、本当？どういう意味？チョコレートの語源は、フランス語のショコラトールなんだ。これ、メキシコ語で苦い水って意味らしいんだ。そうなの？なんで苦い水なの？
それはね、昔のチョコレートってカカオ豆の煮汁を唐辛子などで味付けして飲んでたんだって。メキシコの原住民が薬として使ってたんだってさ。そうなんだ。じゃあ、チョコレートの原型は今とは全然違うんだね。そうそう、甘くもなく固形でもなく、今とは全く違うんだ。霊夢、柚子胡椒って知ってる？焼き鳥とか鳥料理に欠かせないんだって。ああ、あのピリッとした辛味が特徴のやつね。そうそう、柚子の風味もいい感じなんだ。実は、柚子胡椒ってさ、柚子の皮をみじん切りにして塩と唐辛子と混ぜて熟成させたものなんだって。へえ、胡椒は使われてないの？そうだよ。名前の由来も面白いんだ。九州地方で唐辛子を胡椒っていう方言があったから、それが柚子胡椒の名前につながったんだって。ねえ霊夢、納豆と卵って、日本の食卓ではよく一緒に食べるよね。ああ、そうだね。納豆に混ぜると美味しいし、栄養もバランスよく取れるから。でも実は、栄養素の面では一緒に食べるのはあんまり良くないみたいなんだ。え、そうなの？どうして？納豆にはビオチンっていうビタミンが入ってるんだけど、卵の卵白に含まれるアビジンっていうタンパク質と結合すると、体内での吸収が阻害されちゃうんだって。そうなの？知らなかった。じゃあ、別々に食べた方がいいのかな？そうだね、別々に食べた方が栄養素の吸収率が上がるらしいよ。ねえ霊夢、知ってる？棒寿司の一種で、サバを使った寿司をバッテラって呼ぶんだって。ああ、バッテラって聞いたことある。でも実は、バッテラってもともとはサバ寿司じゃなかったんだよ。え、そうなの？じゃあ何だったの？バッテラが生まれたのは、1891年のことなんだって。その頃、大阪湾で大量に獲れた魚のこの白を酢で締めて寿司にしたのがバッテラだったんだ。なるほど、そこからサバ寿司じゃなくなったんだね。そう。ちなみにバッテラっていう言葉自体、ポルトガル語で小舟を意味するんだ。この城の切り身が小舟を上から見た形に似てたから、そう呼ばれるようになったっていう説があるんだって。ねえ霊夢、ネギマって知ってる？ああ、あれは鶏肉にネギを挟んだ焼き料理でしょ？そう思われがちだけど、実は違うんだ。え、違うの？どういうこと？ネギマの元々の意味は、ネギとマグロを煮込んだ鍋料理のことなんだ。へえ、そんな料理があったの？そう、だけど時代が経つにつれて、ネギマは鍋料理から串に刺して焼く料理に変わっていったんだ。でもその頃には、マグロが高級品になってて、代わりに安価な鶏肉が使われるようになったんだ。なるほど、それでマグロが忘れられて名前だけが残ったってわけか。ねえ霊夢、トマトって昔は毒があるって思われてたんだって。え、本当？じゃあどうして今は食べられるようになったの？一説によると、空腹に耐えかねたある青年がトマトを食べてしまって、美味しく食べられたことがきっかけみたいなんだ。へえ、そんな逸話があるの？うん、その後、トマトの食用としての価値が広まっていったってわけさ。昔の人たちも、試行錯誤してたんだなって思うよ。ねえ霊夢、博多の塩って知ってる？ああ、あの有名な塩ね。愛媛県の博多島が有名だけど、実は原産地はメキシコやオーストラリアなんだって。そうなの？なんで地名がついてるの？それはね、輸入された塩を瀬戸内海の海水に溶かして、海のミネラルを含ませるんだって。その後ろ化して自然乾燥させて作られるの。ねえ霊夢、おかきやせんべいって聞いたことある？ああ、もちろん知ってるよ。おかきはなんだっけ？おかきはもち米から作られたお菓子だよ。一方、せんべいはうるち米から作るんだ。なるほどね。そういえば、その違いって知ってる人って少ないかもしれないね。霊夢、ウインナーとソーセージって同じものじゃないんだぞ。え、本当？なんで？ソーセージってのは動物の腸に肉を詰めたものの総称で、その中でも羊の腸に詰めたものがウインナーって呼ばれるんだ。なるほどね。じゃあウインナーもソーセージの一種ってことなんだね。そうだ。だから、ウインナーをソーセージって呼ぶのは正しいけど、ソーセージをすべてウインナーって呼ぶのは違うんだ。マリサ、大根おろしの辛味って何かわかる？ああ、それはね、アリルイソチオシアネートっていう成分によるものらしいんだ。アリルなんとかって何？大根を切ったりすりおろしたりすると、細胞が壊れてその成分が発生するんだ。
地中の虫や微生物に狙われやすい先端部分には特に多く含まれていて、辛味も強いけど、時間が経つと揮発して辛味が減るんだって。マリサ、知ってた？東急フェリーっていうのに、握り寿司の自動販売機があるんだって。え、マジかよ？自動販売機ですし？そう、冷凍された状態で販売されてて、船内にある電子レンジで温めて食べるみたい。なるほどね。船旅中に手軽に寿司が食べられるってのは便利だな。地乗る時に試してみようかな。マリサ、ポン酢って名前の由来って知ってた？ポン酢？何それ？ポン酢って、蒸留酒に柑橘類の果汁を加えたオランダ発祥のカクテルポン酢に由来してるんだって。江戸時代には長崎の出島にも伝わってて、後に柑橘類の果汁に酢酸を加えて調味料になったんだって。なるほどね。今では日本食に欠かせない調味料になってるってことか。そう。ポン酢でお寿司や焼き魚を食べると美味しいよね。ラーメンを食べるとき、渦巻き模様の入った器ってよく見るよね。ああ、あれは雷門って言うんだって。中国の建造物や磁器に昔から使われてたんだって。そうなんだ。それが日本の磁器文化にも影響を与えて、九谷焼なんかにも取り入れられてるって聞いたことある。そうそう。九谷焼の器は美しい雷門模様で有名だよね。それがラーメン丼にも使われるようになったんだって。マリサ、お刺身に添えられてる菊の花って、ただの飾りじゃないんだって。え、マジか？それを一緒に食べるのが正しいってこと？そう。菊にはグルタチオンっていう殺菌作用のある酵素が含まれてて、食中毒を予防する効果があるんだって。なるほどね。だから刺身と一緒に食べるってわけか。そうそう。それに、食用菊の栽培が盛んな地域では、菊の花をおひたしにして食べる文化もあるんだって。マリサ、お茶漬けといえば長谷園の海苔茶漬けが有名だよね。ああ、あれは美味しいよな。特にあられが入ってるのがいいアクセントになってる。そうなんだけど、最初はあられが入ってなかったんだって。中身がしけってしまう問題があってね。それがあられを入れたら解決したってこと？そう、偶然にもあられが乾燥剤の役割を果たして、しける問題が解決できたって言うんだ。なるほどね。時には偶然が良い方向に作用することもあるんだな。マリサ、ネギトロって言うと野菜のネギを連想しちゃうけど、実は関係ないんだって。え、本当？なんでそう呼ばれるの？身はマグロの身をスプーンで削ぎ落とすことをネギルやネギトルって言ってたんだって。なるほどね。だからネギトロって呼ばれるようになったわけか。そう。マグロの中落ちや脂身を削ぎ落として作るから、ネギトロって名前がついたんだって。マリサ、精進料理って、仏教の戒律に基づいて禅宗の修行僧たちが始めたんだって。そうなんだ。でも、野菜や豆などの植物を中心にしたメニューってだけじゃなくて、全部の野菜が許されてるわけじゃないって聞いたことある。そう、精進料理では三円五君っていうのが禁じられてるの。三円は肉鶏魚を指してて、五君はニラネギニンニク玉ねぎ生姜を指すんだ。マリサ、ブドウって、ワイン用と生食用の二つの種類があるよね。そうだね。甘いブドウが生食に向いてるように感じるけど、糖度で言うとワイン用の方が高いって聞いたことある。でも、ワイン用のブドウって実が小さくて水分が少ない上に、酸味も強いから、そのまま食べるには向いてないみたいだね。そうだな。生食用のブドウは果肉が多く水分も豊富で、甘みと酸味のバランスが良い品種が選ばれるんだろう。マリサ、ウィルキンソンっていう炭酸水、知ってる？ああ、あの有名なやつだね。実はそれ、日本原産なんだって。兵庫県西宮市にある天然の炭酸鉱泉から採取できるんだって。へえ、そうなんだ。どうしてウィルキンソンって名前なの？1889年頃に、日本に定住していたイギリス人のジョン・クリフォード・ウィルキンソン氏が最初に発見したんだって。その人の名前から付けられたんだよ。マリサ、喉飴って、お菓子感覚で手軽に手に入るけど、実は3種類に分類されるんだって。え、そうなの？どんな分類があるんだ？食品、医薬部外品、医薬品の3つなんだ。医薬品ってのは、ちゃんとしたルールがあって、1日に食べられる量や服用の間隔が決まってるんだって。なるほどね。医薬品の喉飴は取りすぎると副作用が出る可能性があるってことか。
霊夢、聞いたことある？プリングルスってポテトチップスじゃないって裁判があったんだってさ。え、そうなの？なんで？イギリスの税金事情が絡んでて、ポテトチップスは軽減税率の対象外だから、プリングルスがポテトチップスじゃないって証明しなきゃいけなかったんだって。どうやって証明したの？原料のジャガイモの割合だって。ポテトチップスは原料の 50% 以上がジャガイモじゃないとダメらしいんだけど、プリングルスのジャガイモの割合は 42% だったんだって。なるほど。でも、裁判で勝ったの？そう、なんとか勝ったみたいで、税金が軽減されたって話だよ。やっぱり法律って面倒くさいね。マリサ、知ってる？明石そのふりかけで有名なゆかりの名前の由来って、なんだかすごく深いんだってさ。え、そうなの？なんでそんなに深いの？ここの明石の中に、一本の紫色の紫草への愛情がその地に生える草花すべてへの愛情につながるって和歌があって、その中で縁が紫色で表現されていたんだって。それで、ふりかけが紫色をしていることと、お客様との縁を大切にしたいという思いから、ゆかりという名前が付けられたんだって。なるほど、深い意味が込められてるんだね。確かに、ゆかりという名前がぴったり来てる感じがするよ。マリサ、赤味噌と白味噌って、製造過程でどう違うのか知ってる？え、それはどういうこと？大豆を製造するとき、蒸すか煮るかで違うらしいんだ。蒸すと酵素が活発化して大豆が褐色に変わって赤味噌になるんだって。なるほど、それで赤味噌は濃い色なんだね。じゃあ、白味噌はどうやってできるの？白味噌は大豆を煮ることで、化学変化が抑えられて色の変化が少なくなるんだって。だから白味噌は色が薄いんだって。なるほど、蒸すか煮るかで色も味も違うんだね。ねえ、マリサ、お米の品種名には、カタカナのものとひらがなのものがあるでしょ？うん、そうだね。でも、昔はどっちが使われるかにルールがあったんだよ。そうなの？どんなルールだったの？国が開発した品種はカタカナ表記で、都道府県が開発した品種はひらがな表記ってルールがあったんだ。でも、1991年に一目惚れという国の開発品種がひらがなで表記されたことでルールが崩れちゃったんだって。霊夢、知ってる？カモ肉と呼ばれているけど、実はほとんどがアヒルの肉なんだって。え、そうなの？なんでそうなの？野生のマガモを人間が飼いならしているうちに、体が大きくて翼が小さな個体が生まれて、それが食用に向けて品種改良されたのがアヒルらしいんだ。なるほど、その経緯があったんだね。でも、なんでアヒルの肉が主流なの？そや、マガモは高級食材だったけど、アヒルは繁殖力が高くて肉質も柔らかいから食用として適してるんだって。それに、アヒルとマガモを交配させてできたのがアイガモで、市場に出回るカモ肉のほとんどはこのアイガモなんだって。霊夢、知ってる？海外では海苔って消化に悪いって言われてるんだって。え、そうなの？なんでだろう？アメリカの国立バイオテクノロジー研究センターが日本人の腸内にだけ存在するバクテリアを発見して、それによって海苔を消化できる体質を持ってるのは日本人だけって言われてるんだって。なるほど、それで日本人は海苔を消化できるんだね。でも、なんで日本人だけがそうなるのかな？海苔は古くから日本で食べられてるから、日本人が独自の進化を遂げたのかもしれないね。マリサ、アメリカってピザを野菜として扱ってるって本当？そうなんだよ。アメリカではピザを野菜だとみなしてるんだって。どうしてそんなことが起きたの？学校給食にジャンクフードが提供されて肥満が問題になって、政府がヘルシーな食材を取り入れようとしたんだけど、ジャンクフード業界とつながりのある議員たちがピザにはトマトソースがかかってるから野菜だと主張して反対したんだって。そんな謎理論が通っちゃったの？うん、2011年の歳出予算案でピザにトマトソースがかかってるだけで野菜と認められちゃったんだ。ねえマリサ、ブルーチーズって聞いたことある？うん、青いカビが入ってるあのチーズね。あれは風味が独特だよね。そうなんだ。でも、スケルトンチーズっていうのは食べると悪夢を見るって言われてるんだって。え、マジか？なんで？2005年に英国のチーズ委員会が調査したら、スケルトンチーズを食べた人の方が悪夢を見る確率が高かったみたいなの。不思議だね。なんでだろう？一説によると、スケルトンチーズに含まれてるビタミン B6 が夢を活発にする効果があるんじゃないかって言われてるみたいだよ。
霊夢、知ってる？チキンマックナゲットって、1979年に開発されたんだって。そうなの？でも、当時はまだメニューの一部として決まってたけど、衣の開発に苦戦してたって聞いたことあるよ。そうなんだ。その時に日本の天ぷらが参考にされたんだって。天ぷらのサクッとした食感を再現するために、オリジナルの粉が開発されたんだって。なるほど、そうやって開発されたのね。でも、その後どうなったの？その後は、食べやすい一口サイズの骨なしチキンにして完成したんだって。それが今でもロングセラー商品として人気なんだよ。マリサ、知ってる？ふりかけって、大正時代初期に熊本の薬剤師、吉丸末吉氏によって開発されたんだって。え、そうなの？なんで薬剤師がふりかけを開発したの？当時は栄養が不足しがちだったから、健康をサポートするための栄養補助食品として考案されたんだって。そこで開発されたのが、ご飯の友という商品で、魚の骨を粉末状にしたものが混ぜ込まれてたんだって。マリサ、知ってる？ニンニクを房の状態から粒の状態に分けて、皮を剥いてレンジで加熱すると、なんと高速で回転するんだって。え、マジか？どうしてそんなことが起きるの？ニンニクの粒は半月状で、表面が硬くて芽の出る先端部分だけが柔らかいんだ。だから加熱中に内部で水蒸気が発生すると、柔らかい部分から勢いよく吹き出して、ニンニクを高速で回転させるんだって。マリサ、タルタルソースって何か知ってる？タルタルソース？それは魚料理や揚げ物につけるソースだよね。でも、なんでそんな名前なの？実はその名前の由来は興味深いんだ。タルタルソースのタルタルはモンゴルの遊牧民であるタタール人が由来してるんだって。へえ、なるほど。でも、なんでそんな名前なの？東ヨーロッパではタタールと呼ばれてたけど、西ヨーロッパではギリシャ神話の神タルタロスにちなんでタルタルと呼ばれてたんだって。そして、ヨーロッパに伝わったタタールの料理のうち、タルタルステーキと呼ばれる肉料理があって、その調理の工程で肉をみじん切りにする様から、食材をみじん切りにして混ぜるタルタルソースの名が付けられたって言われてるんだよ。ねえマリサ、知ってる？つくねとつみれって、どちらも肉を団子状にした食べ物なんだけど、その違いってなんだと思う？材料が違うのかな？実は違うんだ。つくねの語源は、つくねるという言葉で、こねて丸めるという意味なんだって。一方でつみれの語源は、つまみ入れるという言葉がなまっていったんだって。へえ、そうなんだ。でも、どちらも肉をこねて団子状にする工程は同じってこと？そうなんだ。でも、その後の形を整える工程が違うの。つくねは手で形を整えて丸くするけど、つみれはスプーンなどで一口大につまんで鍋などの中に入れるんだって。ねえ霊夢、コーヒー豆っていろいろな名前があるよね。でも実はそれって生産された地域を示すための名前なんだって知ってた？そうなの？なんでそんな名前がつくの？エチオピアさんだともか、タンザニアさんだとキリマンジャロ、ジャマイカさんだとブルーマウンテンとか、ブランド名みたいな名前がつくんだよ。そうなんだ。でもアラビカ種が一般的なのかな？そうみたいだよ。でもインスタントや缶コーヒーには苦味の強いロブスタ種が使われることが多いって聞いたよ。ねえマリサ、知ってる？肉まんって初めて登場したのは三国志の時代だってさ。その考案者が軍師の諸葛亮孔明だって言われてるんだって。え、マジか？どうして孔明が肉まんを考えたの？その昔、露水という川が氾濫して渡れなくなった時、その土地ではこの川には神がおり、49個の人間の首を捧げれば川は静まるという言い伝えがあったんだって。そこで孔明は、小麦粉で作った皮に肉を詰め、人の頭に似せたものを川に沈めたんだよ。なるほど、それで川が収まったんだ。そうなんだ。でも、毎回人の頭を沈めるのはもったいないってことで、備えるだけにして食べるようになったんだって。そうして、万刀と名付けられたんだけど、後に万刀って言葉に変わっていったんだよ。ここまでご覧いただきまして、ありがとうございます。食べ物の雑学70選、お楽しみいただけましたでしょうか？知って得した話から、知らなくてもよかった話まで様々あったことでしょう。楽しく知識を深めて、今後も素敵なグルメライフを送っていきましょう。